皆さん、こんにちは。2020年放送された土曜ナイトドラマ M 愛すべき人がいてで再び注目されていた浜崎あゆみさんと松浦雅俊の過去の熱愛。2人の関係は浜崎あゆみさんの自伝本 M にも記されており、2人は恋人関係にあったことは公然の事実となっています。この交際について松浦氏は自身の YouTube で破局の際のエピソードを明かしていたのですが、その内容は驚くべきものだったのです。そこで今回は浜崎あゆみさんと松浦氏の馴れ初めから破局理由、そして松浦氏が明かした驚愕のエピソードを調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。まずは浜崎あゆみさんと松浦氏の馴れ初めを見ていきましょう。浜崎さんと松浦氏の出会いは1995年頃。当時浜崎あゆみさんはサンミュージックプロダクションに所属するタレントでしたが、全く売れていませんでした。そんな時、六本木のディスコベルファーレのビップルームで松浦氏と浜崎さんは初めて出会ったといいます。松浦氏はすぐに浜崎さんを ABEX にスカウト。はじめ浜崎さんはこのスカウトを断ったそうですが、松浦氏が猛アタックしたことで浜崎さんは ABEX に所属することになったそうです。浜崎さんが ABEX に所属し、1998年4月にデビュー曲ポーカーフェイスを発売。そしてデビューの少し前から2人の交際がスタートしたと言われています。初めて出会った時から松浦氏が浜崎さんに一目惚れし、当時はサンミュージック所属の売れないアイドルだった浜崎さんの歌手になる夢を叶えるべく男女の関係に落ちたといいます。そして交際中2人は同棲していたことが自伝本 M で明かされています。浜崎さんが ABEX でデビューしてからは松浦氏は命がけで営業に奔走。1998年ついにデビューを果たしますが、当初の評判は業界では芳しくなかったそうですが、一方で彼女にかける松浦氏の情熱は凄まじく、浜崎あゆみは人気が出ないと言い放つテレビマンに殴りかかろうとしたこともあったそう。デビュー当時から浜崎さんは自身の曲の歌詞を手がけていましたが、その歌詞は松浦氏への思いを書いたものだと言われています。また2000年に発売されたシングル M も松浦氏のイニシャルだとされています。浜崎さんと松浦氏は過去にキス画像が流出したこともあり、キス画像は2008年4月発売の週刊誌フラッシュに掲載されたことで流出。実は掲載された画像は1999年に撮られたもので、過去の画像が10年近く経って流出したということになります。画像では顔がはっきりしませんが、2020年に M が出版されたことで画像に信憑性が出ました。浜崎さんと松浦氏が交際していた期間は1997-99年頃と予想されており、その後2人は破局したのですが、破局理由は何だったのでしょう。破局の理由は松浦氏がマンションで女性と親しくしていたところを目撃されたからだと言われています。松浦氏が自宅マンションで社員たちと飲んでいるところに浜崎さんが訪れ、その時松浦氏が女性に囲まれて寝ていたのを目撃されてしまったそう。お互い仕事が忙しく、すれ違いも多かった時期だったそうで、浜崎さんにとってはショックが大きかったのでしょう。結局2人は破局。破局後、浜崎さんは当時 TOKIO のメンバーだった永瀬智也さんとの交際が噂され、松浦氏も2003年には畑田亜紀さんと結婚しています。それから長い年月が経ち、今年4月21日までに松浦氏は自身の YouTube チャンネルを更新。浜崎さんと破局した際の驚きのエピソードを明かしていました。モデルで実業家矢上沙羅さんから、マサはあゆさんのことをずっと愛していたの、途切れたりとか喧嘩したりとかは繰り返すわけじゃんと質問されると、松浦氏は最初の2年ぐらいしか付き合ってないよと言い、でも仕事はあるわけだからさ、もう会わないとかは無理なわけじゃんと答えていました。さらに、俺は振られたと思ってたのよ、やべえって思ってたことがバレて終わったな
って他にもいろいろとあって、日本にいるのが辛いからハワイに引っ越して、俺はそこでもう終わったと思っていたと当時の思いを語るのですが、しかし M を作った時に作家の人とアユと話したんだけど、アユは俺がハワイに行ったから捨てられたって思ってたのよと驚きの事実が判明。俺はダメになったと思ってハワイに行ったんだけどさ、なんだろうこのズレはって、それを20年以上経ってから気づくんだよと振り返っていました。またさらに松浦氏は4月19日 YouTube チャンネルで4月8日に都内で開催された浜崎さんの25周年ライブを訪れる動画を投稿。動画では浜崎さんのデビュー時を振り返っていて、ファーストシングル「ポーカーフェイス」が悪い出足ではなかったと明かしました。しかし上述のように売れないと言われていたそうで、友達のフジテレビのやつにまで言われてさ、後々ヘイヘイヘイのプロデューサーになるんだけれど、行くたびに「お前が売れねえって言っていたやつがいるぞ」ってとデビュー当時について語り、その後大の ABEX ファンだという社会学者古市憲寿氏と合流。古市氏は浜崎さんの楽曲がデビュー当初は暗めの J-POP だという印象を受けていたといいます。しかし2002年7月に発売された楽曲ジュライファーストから急に曲調が変わったことに触れ、距離ができてきたぐらいからですかと当時の関係性について直球で質問。さらにエボリューションぐらいから松浦さんとちょっと距離あるんですかと追求すると、松浦氏はいやそこはまだいますと回答。どこでどうだったかはよく覚えていないっていうか、そういう彼氏彼女じゃなくなりましたって言ったってさ、毎日会わないと仕事にならないからね、普通はもう会わないじゃん、会わざるを得ないからねと赤裸々に明かしました。一方の浜崎さんは今年2月9日にインスタグラムストーリーズを更新。同日に J.COM ホルトホール大分で開催されたライブツアーに松浦氏が見に来ていたことを報告するとともに、ファンの投稿を添えて松浦氏に感謝を伝えていました。浜崎さんは泊まっているホテルに松浦氏からの花が届いていたことを写真とともに紹介し、今日客席でマサ見つけた人いるかな、来てたんだよと客席で松浦氏がライブ鑑賞していたことを報告。その後に更新したストーリーズでは、客席で松浦氏を見たというファンの、そういえば前の席の人が松浦さんを見つけた瞬間あゆちゃんを見つけてくれてありがとうと松浦さんに向かって泣きながら手を合わせてた。なんか今までの25年間の重みを感じて、松浦さんを見たらあゆを見てる目が今までないくらい真剣だった気がしたとの投稿を引用。ほんとなんでこんなガラクタをあんなボロボロになりながら守ってくれるんでしょうかね、生きないといけないなと思うよねと感慨深い様子で感謝の言葉を添えていました。浜崎さんの投稿にファンからも、ほんと松浦さんには感謝だよね、あゆとチームあゆを出会わせてくれたのは間違いなく松浦さんだもん、自分ももし松浦さんに出会うことがあったら必ず感謝の思いを伝えると思う、25年前から大好きです、歌い続けてくれてありがとう、あゆさんの歌にずっと支えられてきました、大好きですと松浦氏と浜崎さんに感謝する声が上がっていました。破局しても程よい距離感で交流している2人、これからも友人のような関係性を続けていっていただきたいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。